警察だ、銃を捨てろ。さあ、なにこいつ、臆することなく荒い逃げ足ハイヤ。おい、しっかりしろ。いや、無理やろ。25年前、上野義晴の襲撃事件を仕組んだのはあんたなのか。あの事件にはどんな裏があるんだ。おい、うん、おい柴田、しっかりしろ。もうまだ知らないからね、谷村は。全部柴田がやったって。くそ。あ、ちょっとリリーのことが気になるな。真犯人を分かりやすい。近くに警察がいるみたいだな。アジアガイア。今夜は外には出ない方がいい。この店は俺がアジトのように使ってる店だ。うん。警察とは繋がってない。安心してくれ。安心しろ。お、スバル、谷村やったかも。どうして私のことかくまうようなこと。うん。この店特製ブレンドの中国茶だ。その辺の適当な茶とは味が違う。とりあえずそれでも飲んで落ち着け。落ち着けないよ。まあでも優しいね。さっき柴田が話していたこと聞いてたんでしょ。どうして。俺は生活安全課の刑事だからだ。殺しは専門じゃない。それにたとえあんたが殺人をやっていたとしても俺にはあんたを捕まえることができないんだ。殺人の証拠がないからな。だから証拠が揃うまではこうして身柄を拘束するしかない。なんか優しくない谷村。まあ任意同行に付き合ってるくらいに思っといてくれ。あなたの目的は何なの。俺はずっとあんたを探していた。10年前からずっとな。なんか出てきたぞ。今から25年前、1985年4月30日、あんたは俺の親父と会う予定になっていた。だからか。親父は荒川から水死体となって発見された。え、冴島康子さん、父親を殺された一人の男としてあんたに聞きたい。え、あの日あんたと親父は何を話したんだ。教えてくれ。何も。あの日待ち合わせの場所にあなたのお父さん谷村さんは現れなかったんです。え、よく覚えてはいないんですが、谷村さんはこう言ってました。あの事件、実行犯は君のお兄さんだが真犯人は別にいる。あと少しで証拠が入るから待ってくれ。これ柴田にやられたんでしょ絶対。あと最後にこう言ってました。安子さん、この事件は極道同士の構想なんかじゃない。え、もっと強大な力が生み出したものだ。君も身の回りには気をつけた方がいい。え、なるほどな。25年前の事件、葛城と柴田は裏でつながっていた。おそらく柴田は25年前のことを餌に今も葛城を脅していた。言ってたね。だから葛城と協力関係にあった新井に殺された。柴田、冴島大我が行った上野義晴襲撃事件にはもっと裏があるはずだ。問題はどうしてあの新井が葛城と手を組んだのかだ。確かに。まさかこの前起こったあの抗争事件ってのも。ああ、最初から仕組まれたもんだった可能性が高い。うん。あの25年前の事件と同じようにな、葛城に釜をかけよう。え、荒井ってやつの話じゃ葛城はまだあんたを必要としている。うん。あんたの身柄を餌にして交渉すれば葛城も取り合わないわけにはいかない。確かに。ちょっとまーちゃん、でもそれじゃこの人の身が。何も本当に身柄を渡すわけじゃない。向こうはこの人の居場所が知りたいだけだ。身の安全は保証する。どうだ、それでいいだろう。うん、断ります。どうして。だってそれじゃお兄ちゃんは助からないから。私には葛城の証言が必要なの。なるほどね。お兄ちゃんのために頑張ってきたんだもんね。安子さん、あなたは葛城に脅迫されて、うん、命の危険を冒してまで殺人をする羽目になった。そうだね。あの男が素直に証言するはずなんてない。うん。それなのに今でも葛城の話信用するっていうのが。そこしかないんじゃない、継がれるものが。あんたの兄貴の無実は俺が証明する。それに俺もどうしても親父の殺された理由、あの事件の真相が知りたいんだ。ああ。勝手ね。 え、あなたに何ができるっていうの。全部自分のためだけじゃない。私にとってお兄ちゃんは全てだった。お兄ちゃんがいなくなってからずっと一人だった。あなただけじゃないのよ、寂しい思いをしているのは。全員憎い、ヤクザも警察も葛城も。
真犯人なんてどうでもいい。私はもう一回お兄ちゃんに会いたい、それだけなの。お兄ちゃんカムロ町いるよ今、早く会わせて。お兄ちゃんの脱獄で今いるから、カムロ町にねえ、お願いします、私に力を貸してください。もうあなたが人を殺すことなくお兄さんに会えるよう命を懸けて尽力します。なんか谷村マジでさ、いいやつだよなこいつ。こいつもあなたと同じなんだよ、大好きだった親父の無念を晴らしたい、それだけなんだ。あー大好きやったんや、お父さんのこと。どうだ、一つや協力してやってもらえないか。わかりました。あ、泣いてる。安子さん、これは、え、カムロ中央パーキング。パーキング、そこに止めてある車の鍵です。その車のトランクの中に1億円入っています。怖っ。私は葛城の命令に従って罪を犯しました、うん、最初は一人か二人殺せばいいと思ってた、うん、けど葛城の要求は止まらなかった。だって弱み握ってんだもん。次から次へ人を殺すよう私に命令してきた。でも私はもう人を殺せなかった。いやもうこんなんさ、殺したくなかった。だから借りたんです。あ、誰にですか？スカイファイナンス秋山さんって方に借りました。スカイファイナンス、ここで秋山。そのお金はあなたに預けます。もし葛城がその1億円で兄の無実を証言してくれると言ったら、そのお金を渡してください。それはわかるんですが、どうして私に？私は今から沖縄に行きます。え、今から？おじいちゃんいるよ。明後日が兄の死刑執行日なんです。兄が前にいた東京刑務所の刑務官の方が教えてくれました。お兄さん今沖縄の刑務所に？はい、つい先日移送されたみたいです。あくまで内密にということで教えてくれました。めっちゃすれ違ってる。多分私が25年間毎日面会に通い続けたからですね。結局一度も会えませんでしたけど。そうなんだ。25年間毎日。もう時間がないんです。だからもし死刑執行が止められなかった時は、せめてお兄ちゃんの近くにいたい。私は谷村さんを信じるしかありません。どうか兄のことよろしくお願いします。え、なんかさ、冴島はさ、自分が殺しをしてさ、殺しをした苦しさが分かってるわけじゃん。こんなんさ、安子も殺ししてるって分かったらもう冴島とかぶっ壊れちまうんじゃねえの。大丈夫なんかな。安子さんから受け取った鍵、確かカムロ中央パーキングの車の鍵だったな。なんかたまたま会えねえの、カムロ町です。あ、この子だ、この子。歩きよくないよ、危ない。すみません。痛えじゃねえか、このガキ。どうしてくれんだ。怖っ。あっ、おっと、あ、ピタゴラスイッチ。うわあ、うわあ、やあ、危ない。このガキ、そうはならんやろ。カムロ町は物が多すぎるな。気を抜いたところに強烈な一撃が入ったな。巡り巡って自分に返ってきた。これやろ、ひらめいた。なんか意外に普通だな。いや、これが我天啓を得たり。我天啓を得たり。普通に絵上手くてくさ、女子高生を泣かせて調子に乗っている男。いや、女子高生も歩きよくないけど、
だが彼の行動がきっかけで結果自らを不幸に陥れてしまう。視界から頭部への不意打ち、そして意識を失う男、我典型を得たり。見えない位置からの打撃、このあと気絶。助けたれや、気絶しとんのやったら気絶やべえ。これ1個見ると集めたくなるんだよな、典型。もう1個いっていい。いらすげえよ、どんな場所でも気にしてんねん。もうでもなんかピント、あ、こっち何。ああ、ねえよな。あ、なんか入ってる。入ってる。あれ待て動きが取ったー。まさか金の音とともに500。すげえ。ありがとうございました。はい、こちらお使いください。何それ。頑張ってください。メガネ拭き、もともとあんたの金じゃないだろ。股の下を通るとああなるのか。あの女子高生取りに行ってたな。これか。ひらめいた。ひらめくな。我典型を得たり。なんかすごくて草。転がる500円玉に執着するあまり、勢いよく自分の股に手を通す。その結果、凄まじい回転力を発揮し、地面へと落ちる。これを自分の技に応用すれば、我、典型を得たり。この方向に力を加えると、勢いよく人の体を回る当たり前体操みたいな。当たり前体操。これだ。きたー、これ。よっしゃ、よし、今度こそ頑張れ。いいんじゃない、いいんじゃないね。なにこれ、怖い。あれ、なに、え、おお、やった。おお、取れた。ならんやろ、こんなことであっていいのか。ぬいぐるみにぬいぐるみをぶつけて落としたのか。俺も試してみようかな。ダメ。これか。ひらめいた。我典型を得たり。おでこ。うわ、肘があっと痛そう。人に人をぶつけて、この可愛いかよ。一つの人形が放物線を描き、銃を舞い、別の人形に当てて蹴落とす。人を投げ、人へ勢いよくぶつけることにより、お互いに大きなダメージを与えることができるのでは。我、典型を得たり。かかとだともっと痛そう。落下。芝かよ。これっぽくね。来たー、開いた。アタッシュケースがある、これだな。アタッシュケースを手に入れた。よし、1億入ったアタッシュケースは手に入れた。あとは、カツラギの連絡先を調べよう。カツラギと連絡を取れ。カツラギの連絡先、心当たりがないな。どうやって連絡を取れば、つながって叫べばいいんじゃない。カツラギさん、誰。はい、もしもし。番号非通知、谷村さんかい。あ、そうだが、あんたは誰だ。うーん、秋山と見た。違うみたい。まあそんなことはいい、手短に行こう。あんた、カツラギの情報を欲しがってるな。なぜそれを。まあそれが俺の仕事だからな。あんたに情報を流した方がいろいろと都合がいいんだ。誰だが、どこの誰かもわからない奴の情報を素直には信じないぜ。そうだな、だが俺の情報以外に何か手がかりはあるのか。くね。いや、そうだろうな。まあ信じるかどうかは別だ。まずは情報が欲しいところだろう。だが悪いが、ただでは教えられない。何、なんだと、どういうことだ。何、金を取ろうってんじゃない。あんたの刑事としての素養を確かめさせてもらう。これからあんたの携帯にメールを送る。それを達成してみろ。じゃあな。おい、ちょっと待て。つーつー、素養ってないだろ、谷村。正義の心は持ち合わせていると思うけど、素養って言われると。これ分かった、近くだ。ほら、え、すごくね。あんたが谷村さんかい。そうだ、あんたが電話をよこしたのか。電話なんて知らない、俺はボスに言われてきただけだ。これを受け取ってくれ。何これ、花束や。おっしゃれ、華やか。そういうこと。
確かに渡したからな。うん、中に紙が入っている。さすがは谷村刑事だ。合格だ。約束の情報だ。しばらくすれば桂木から連絡が来るだろう。その後どうするかはあんたの交渉次第だ。無駄にするなよ。早くね。カムロ署の谷村さんですね。どうして私に連絡を。爆速の桂木。あんたと取引がしたい。取引。実は今西島康子を俺が預かっている。警察にはまだ報告していない。あくまで俺が身柄を拘束している状態だ。なるほど。あんたが西島康子を使って柴田組の連中を殺すよう命じていたことは分かっている。最低やぞ。もちろん25年前の事件のこともな。分かってんだ。あんたはまだ西島康子が必要なはずだ。違うか。それで私にどうしろと。俺は25年前の事件を追っている。事件を担当した谷村という刑事が死んだ理由、それが知りたい。もしかして息子さんですか。はい、いや、またあの刑事さんの。あんたが取引に応じてくれれば西島康子の身柄は渡せ。どうだ、25年前の真相を俺に教えてくれないか。条件があります。また条件出してくれよ。私としても刑事さんであるあなたに迂闊なことは話せない。ああ、それに電話ではあなたが西島康子の身柄を拘束しているという確認もできない。確かに。あなたが西島康子とつながっているという証拠を見せてください。どうやって。分かった、1億持っていこう。ああ、それでどうだ。1億。あんたが康子さんに要求した1億だ。うん、その金が今俺の手元にある。あるぞ。康子さんが用意したものだ。取引の際その金を持っていく。これでいいやろ。俺に会うのはその金を確認してからで構わない。それでどうだ。1億ですか。一階の刑事さんがダミーとして集められる金額じゃない。確かに。いいでしょう。お会いしましょう。明日でどうだ。構いません。場所は神室町ミレニアムタワーの前で17時。まずい。どうやら頭のいい方のようだ。先に使いの者に1億を確認させます。構わない。では明日ミレニアムタワー行くぞ。カツラギとの約束は明日の17時。故郷に戻って休むとするか。まーちゃん、明日カツラギに会う準備はできたか。もう休むかい。そうだな、わかった。ゆっくり休むといい。オッケー。1億円を持って、じゃあチョウさん出かけてくるよ。そうか、まーちゃん気をつけてね。ああ、いざミレニアムタワーへ。 With 1億円とともに。いや、ミレニアムタワー、夕方のミレニアムタワーとかもう事件の香りしかしねえわ。さあ、いざ。怪しすぎん？ 1 億円持ってんの怖すぎる。え、なに？ムービー怖い。お待たせしました。あんたが葛城なんか。はい。なんかまさか直々に来ると思わなかったし、すごいおでこだと思って見ちゃった。どうやら私のことあまり調べてないようですね。安心しました。ぐぬ。ではそろそろ本題に入りましょう。何、怖っ。谷村さん、あなたはお父さんの死の真相が知りたいとそうおっしゃってましたね。うん、ああ、俺の親父の死、あれは25年前の上野義晴襲撃事件に関係しているんじゃないのか。私は回りくどい交渉は好きじゃありません。え？はっきり言いましょう。違います。違うの？違うだと。俺は柴田が新井に殺された時現場にいたんだ。あんたと柴田が25年前の事件でつながっていたことは分かってる。そうだぞ。親父はあの事件があんたと柴田の仕組んだものだということに気がつき、そのことが原因で殺されたんだ。そうだろ。確かに谷村さん、あなたのお父さんは私が関係していたことは突き止めていました。ああ、そうなんだ。25年前のあの事件は私と柴田が描いた絵です。ああ、私はあの日のあの時間、西島大河が一人で襲撃に来ることを知っていた。柴田と繋がってんだから。確か25年前のあの事件、あんたは被害者の一人だったはずだ。どうして生き残ることができた。確かに。だから知っていたと言ったでしょう。西島がどうやって襲撃してくるかも知っていた。防弾チョッキか。ま、そんなところです。そういうこと。私はあらかじめ備えをしていた。だから助かることができた。
それまでです。でも結構ギリギリじゃない？頭狙われてた。つまりあんたは柴田と共謀し、構想に見せかけて殺させる絵を描いた。あ、自らが死ぬ可能性があるにもかかわらず。本当だ、いるやん。当初22歳若い2人が縦割りの組織で成り上がるにはそうする必要があったんです。あんたは事件の後まんまと上の清和会の若頭に就任。柴田も登場会で直系へと昇格した。 あんたたちの計画が成功したというわけか。ええ、まあそうなります。やけにあっさり話すんだな、うん、もうあれから25年が経ちます。今この事実が警察に伝わったところで私が罪に問われることはない。確かにあんたの罪はもう時効だ、うん、だが極道社会ではそれは通じないだろう。ね、筋が通らねえよ。だからあんたは安子さんを使って柴田組の関係者を殺させ、新井に指示して柴田を殺した、うん、そういうことか。まあそういうことですね。なるほど。あくまで自分の犯行ではないというつもりか。25年前俺の親父はなぜ殺される必要があった？その理由を教えてもらおう、うん、あなたのお父さん谷村さんは私と柴田が動いていたことを突き止めた。だがその捜査の過程でもっと大きなものを発見してしまったんです。それは何なんだ？不正です。不正？あなたのお父さんは事件の捜査をしていくうちに警察内部の不正の事実を知ってしまったんです。 あの事件は警察によって捜査されたものだったんです。冴島大河ではない、事件の真犯人を隠すためのね。警察も来るってことは？真の犯人は別にもう一人いるんです。誰？あんたが安子さんに知っていると言った真犯人ってのはそいつのことなんだ。 あなたのお父さんはその真犯人の正体と真犯人を知りながらもそれをもみ消した警察の不正を知ってしまった。全部知っちゃったんだ。だから殺されたんですよ。え、最悪だ。誰なんだ？親父を殺したやつってのは、その真犯人ってのは誰？こんな時間に外を歩いたのは久しぶりだ。ちょっとフラグすぎん？これ。おい、答えろ、カツラギ。え、大丈夫？その前に取引です。大丈夫か？冴島安子さんの居場所教えてもらいましょうか。言ったらダメだろ、約束したじゃん。この1億はくれてやる。そうだよね。安子さんのことは見逃してやってくれ。そうだよね。彼女は沖縄へ行った。冴島大河に会うためにな。何がおかしい？もう手遅れなんですよ。え、冴島安子もお前も。え、で、待って、これ谷村川ってこと？もしかして、やばい、人いない。もしかしてこのムービーってやばくないか？なんだ人かよ、ビビらせやがって。冴島安子さんは後で始末します。なんで沖縄って言っちゃったの？だがまずはあなただ。貴様ふざけてんじゃねえ。最後に教えてあげますよ、25年前の事件。何？18人殺した真犯人。誰？あれね、うん、俺なんだ。カツラギ、まだ話は終わってないぞ。ああ、そうだ、あのあなたが通っている故郷って店、あの店のご主人にもついでに消えてもらいますんで。なんだと？急いで行かないと殺されちゃいますよ。ご主人も可愛らしい中国人のお嬢さんもね。こいつ最低じゃね。貴様、それじゃ全部裏切ってんじゃん。俺の親父を殺したのもお前なのか。おい、答えろ、カツラギ。さあどうだか。え、絶対やってるやん。警察！聞いてー！危ない危ない危ない、どいて危ない危ない。おお、かっこいい。あ、来た！そこまでだ。え、やるやん。杉内さん、てめえ早く行け。え、いつも入り浸ってる店の連中が危ないんだろう。嘘。はい。杉内さん、マジ？お前ら全員捜査一課でまとめて面倒見てやる。かっこいい。確保しろ。え、めっちゃかっこいい。俺のこと嫌ってたのにダニとか言って。
どうにかして故郷までたどり着こう。こんなもんガンムシでしょ。アタッシュケース1億円アタックやめろ、1億円アタックやだ。1億アタック食らえ、1億円の重み。おらー、センキュー秋山。この1億円丁寧に使わせていただく。うわ、1億で殴って人の魂を得る、それがこのアニムラニュー。アタッシュケースって強いんだな。スバルも1個買おう。現場とか行くときアタッシュケース持っていこうかな。台場もアタッシュケースだしな。うわ、何、うわ、1億パクられた。それはヤツコの1億。いけー、回転でナイス。うわー、日本刀の方が人より強い。極み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 、うん、誓って殺してません。ミレニアムタワーが入るぜ。行くぞー、警察と味だめんじゃねー。ほらー、インコース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 。待て待て、屋上チェイス6つ。ほらー、あぶね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 。そこの1億強奪は待ちなさい。ほらー終わりだ。そう簡単に渡すわけにはいかねえよ。悪いな、しつこいね。まあいいか、かかってきな。アタッシュケース見て、何回でも使える、最強なんだけど、マジで。おのおのおの、おし、アタッシュケース血まみれないのかな、今。1億円パワー、すげえ。逃げろ、近い。うわ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 、どい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 てどいてどいて、すごいすごいすごい、うわー、うわー、カウンター。お前は別に警官じゃない、つまり殴ってもいいんだよ。やめろやめろやめろ、お前ら。おい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 、これ故郷まで持ってってくれ。大丈夫、1億円重いけど気をつけてな。やばい、俺の最強の武器が。ここから先は一歩も通さねえ、てめえら頑固しろ。面白い、こっちはあんたより金と店に用があるんでな、さっさと通らせてもらうぞ。どうや、本当の折り紙レクイエムかもしれん。おらー、あ、間違えた。あー、もううるさい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 、よっしゃー。あ、まーちゃん、どうしたの、大丈夫か。はあ、よかった。え、まーちゃんこそ大丈夫。はあ、はあ、ああ、そうだ、まーちゃん、まーちゃんにお客さんだよ。これあれ、生活安全課の上司やね、谷村くん、大丈夫かい。はあ、はあ、はあ、課長、課長が直々に来てくれた。確かに1億。真相への扉来た。何？なんだって、あの18人殺しの事件に別の真犯人がいただと。ああ、しかもその真犯人ってのは上野清和会の葛城だったんだ。これ結局さ、葛城が全部。